はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。様々な動画投稿者様のね、特にゲーム実況者様の、動画をね、視聴させていただいてるんですけども、関西出身の実況者様多くないか、マジで。以前ね、マクドナルドをマックと呼ぶか、マクドと呼ぶか、それとも、マクルド？あとは、ドナル？今のうまくない？地域によって呼び方が違うよと、そういうね、企画っていうか、そういうの話しながら丸岡でやらせていただいたこともあったんですけども、その時もね、関西のお方様がね、いや、多いなと、感じたんですね。で、そう。なんか、YouTube にゲーム実況を投稿するのが、関西では流行ってたりするんですかね。あとええー、何今の間髪入れずに発明。そう、関西お住まいのお方様って、飴玉キャンディーをね、お持ちでいらっしゃる方が、標準装備していらっしゃる方が、終わった多いって聞いたんですけど、本当なんですかね。こんなとこにジャンプ台あんの？ワイのためのもんじゃん。なんか子供がぐずってたら飴玉をくれるとかなんとか。めっちゃいいじゃん。ちょっとワイでもね、ちょっと駅前でぐずってたら通りすがりのおばさま飴ちゃんくれたりするんですかね。この年でも。不審な男が取り乱してるって通報されて終わりそうな気もするんですけど。自称 YouTuber の男は飴ちゃんが欲しかったと供述しているということで素敵だな。ってことでね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。